しゃべくりマッチョ始まるよ。はい、皆さんこんばんは。だいぶ遅れてしまいました。ちょっとね、町歩きセンターのネット接続がちょっとあれですけれどもね、ただいまからですね、1月30日月曜日、第640回のしゃべくりまっしろの時間がやってまいります。今日のですね、まっしろですが、やはり太陽さんが出てなくてですね、ちょっと寒い今日1日でした。まあ、雪が途中で降ったりなんかしましてですね、今日も町歩きセンター結構寒いっていう、そんな感じの今日は真っ白でございます。今日のゲストをご紹介いたしますけれども、真田信行入部400年記念事業でですね、実行委員会、本部長兼、なんですかね、銅像建立特別委員長でありますけれども吉川純一さんをお迎えしてですね、お話を伺えればいいかなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、吉川さんもあれですけど、信州松代観光協会の理事長でもあられますので、お忙しい中でいろいろとやっておられますけれどもね、その中で、今日は銅像についてお伺いしたいという形になりますが、よろしくお願いします。まあ、一つですね、まあ、今回この何ですかね、真田信行銅像建立という形で、その実際の目的みたいなのをちょっとお話しいただいていいですか。はい、信行銅像建立の目的はですね、町の礎を築いた真田信行公の功績を検証し、私たち、そしてこれからの町を担う子どもたちにも真田家10代250年の反省を学んでいただき、郷土への愛着と誇りを高めるとともに、この町の魅力を広く国内外に発信し、地域の活性化につなげていけたらいいのかなというようなことで建立を計画いたしました。なるほどですね。はい、わかりました。まあ、これいろんなイベントは昨年ありましたけど、まあ、これ、その中でも銅像建立という形になったんですけども、いきさつはどんな形ですかね。そうですね、まあ、この子にも400年というのね、まあ、300年祭のあれもありましたけれども、はい、今年は真田信行が上田藩より入部しまして、松代に入部しまして、400年の節目の年にあたります。はい、ですから、なんとかですね、後世に残る記念事業を計画したい、そんなことで進めてまいりました。なるほど、なるほど、わかりました。まあ、300年祭の時にもですね、こういうポスターなんかちょっと出てきたので、これもちょっと見ていただける、珍しいあれなんですけどもね。で、その後こういう松代城の中にですね、海津城の碑っていう、海津城市の碑なんていうのがありまして、これも今ね、お城の中にあるんですけども、その他にですね、まあ、これがね、ちょっと大平木又さんというので、松代城主をちょっとね、作られた方なんですけども、こういう方、まあ、この中にも伯爵がいたりとかですね、いろんな方がおいでになるという形で、あるんですけどもね、まあ、これ、海津城の碑の裏側の文面で、原文と、あとは訳したものですね、こういったものもちょっと今、出してます。これもちょっとまたゆっくり読んでいただければいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。これはね、大正10年10月の、ね、20日になってますね。300年記念会っていう形で作られています。で、先ほども言いましたけどですね、100年前その、300年の時にですね、ここにもありますけども、松代城主ですね、これがですね、大平木又さんが松代城主をちょっと作ったっていうんですね。で、それがですね、この松代城主復刻、続松代城主、観光会っていうのが結成されて、会長さんに中村兼次郎さんっていうのが
ご存知ですよね、町長さんですね。でその方がですね、はい、一応温度を取っていただいて、昭和47年9月1日に復刻させたんですね。これがこの復刻したこの町史になります。これなんかあのいろいろちょっと読んでみましたら、やっぱりこの木又さんが作ったのをその継承しながら、その中にあるあの写真で、ね、ピンポケしてたような写真があるって、それだけをなんかその新しくしたとかっていうので、あのそのまんまあとつながっているっていうようなことをちょっと書いてあったんでね、これがそうですね。こういうのもちょっとね見ていただく、これ47年10月10日っていう形ですね。これ中沼兼次郎さんで、松代支所内でこういった会ができたっていう形でですね、まあこれが持っているのが、長野 市なんですね。今松代でしたですけどね、あそこと、この長野市の方と連携して歌唱印刷さんにあのお願いしてこういったものを作ったという形の話でした。まあ、今度、まあ、一応趣旨はですね、それを踏まえて今回は あれですね、銅像を建てるっていう形になったということでいいですか。そうですね、はい、後世に残るもの、はい、400年記念に絶対に後世に残るものを作ろう、うんうん、こういう意気込みで進めてまいりました。なるほどですね、はい、一応趣旨はありますけれども、コエルもちょっとあれですね、見ていただいて、まあ、この中に実行委員があったり、吉川さんいたり、実行委員長、それからあこの中にもやっぱりあれですね、自治協の会長さん、区長会長さん、それからあれですね、特別副委員長さん、八田幸三さん、真田会も入ってますね。はい、そうです。このなこういう中でやっぱりあれですね、やっぱり皆さんに声かけてはいやろうっていう形だった、はい、そうですね。まず費用を集めるには、はい、まず町の人、うん、それこそ自治協議会、区長会さんの協力をいただきまして、はい、町内の皆様に、はい、ぜひご理解いただきたかった、はい、なるほど。それとですね、はい、善光寺さん、うん、大勧進、大本願、はい、そして善光寺事務局さん、はい、ここもですね、うん、大変応援いただきまして、はい、それでただいまありました、うん、真田会さん、はい、14代幸俊様はじめ、はい、真田会の皆様からもたくさん応援いただきました。なるほど。そしてまた商工会議所の本所であります銀さんから、はい、そして松代支部の評議員の会員の皆様からもたくさんいただきました、うん、なるほど。あとですね、どうしてもクラウドファンディングによりまして、うんうん、各地の真田ファンからも応援いただけましたので本当にありがたいです。なる、クラウドファンディングもやったってことなんですね。そうなんです。おかげさまで目標額を上回る金額いただけましたので、うんうん、本当にありがとうございました。でもこれだけの多くのあれですね、町内も含めて、まあ、町外の人たちもこれ取り込んでっていうので、ちょっとまた今までっていうんですかね、あれと違うような感じはしますですね。よほどちょっとあのエコー柱あり、ね、御柱もありとかっていうのがあったり、そういうのがあって、私もちょっとあの集まるかなって心配はしたんですけど、いかがですか。はい、ありがとうございます、おっしゃる通りでですね、うん、真田ファンっていうの結構いろいろなところに大勢おいでになるんですね。あ、なるほど。そんなんでですね、はい、今回は PR も兼ねながら、うん、松代入部400年祭やってますよ、うん、PR しながらお金も頂戴できた。なるほど。そんなことなんでございます。これ見ると建立の計画の概要みたいなのありますけどもね、はい、座像っていう座っている、まあ、写真がそれしかなかったとおっしゃってましたね。そうなんです、うん、なかなかいいのがなくてですね、はいはい、これは古畑学芸員さんが、うん、出していただいた写真、うん、ね、以来デタラメな銅像を作っちゃうわけにいかないんで、そりゃそうですね、ね、うん、もう本当に数少ない中からこの座像を選ばせていただきました、うん、ね、はい、大きさに縦、像の高さ120センチ、台座が90センチっていうか、こ
これがあれですね、真っ白城、城址周辺って書いてあります、建設予定地、これはどういうあれなんですか。はい、できるだけお城に近い ところに設置したかったんですけど、先ほど言いましたように、国の第二期整備工事が進んでおりまして、はい、この中には絶対にクインボ一つ立ちさせられないんですよ。あ、国させてことでですね。そうですか。あの今の真田公園に、はい、じゃあせめてお城の方を向けて設置しようじゃないか、そんな計画のもとにあそこに作らせていただきました。これ今回の事業のあれですと、事業費って850万円ということですよね。はい。でまあ10月31日募集期間という形で、銀行さんもあれですけども、まあ、結構いろいろと先ほどおっしゃったみたいに結構ね、ご協力いただいたということで良かったということですね。はい、得られましたですか。はい、目標額もね、うん、あのオーバーさせていただきましたので、はいはい、今後の維持管理費としてですね、後世の人たちにもお渡しできるほどいただけましたので、本当にありがたく思っております。まあ、これでもってね、事業だとかっていうのはこれ、座ったところのあれですね、こういう冊子を作りながら回ったってことになるですか。そうですね、これも予算をですね、見ながらだん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 取り入れていった。あ、なるほど、ね、こういうことなんです。なるほど、ね、はい。まあ、これも除幕室ありました。これがね、除幕式典みたいな形でこれも出て、12月の17日9時半、これも寒かったですね、結構ね。はい、ストーブなんか用意されました。いえ、ストーブはですね、お客様用のやつまでって言ったら相当数必要になっちゃいますので、まあ皆さんで寒い中でやりましょう、ってことでストーブなしでやらさせていただきました。頑張りました。はい、まあ、当日のこういう会場でね、受付やって、あの銅像白くこうね、あの かぶって、あと結局何人ぐらいお呼びしたですか。そうですね、70人ぐらいですかね、町の人から。なるほど、ね。はい、お客様で20名ぐらいです。なるほど、なるほど。はい、まあ、それでも、まあ、こういう甲冑隊もね、はい、協力いただいたみたいな形で、ありがたかったです。賑やかに、賑やかにできました、はい、色とりどりで良かったですね、はい。まあ、滝沢宮司さんも、はい、この寒い中って言ってやってましたけど、すごいなと思いました。もうね、ちょっとご説明いただいて、はい、これは14代後藤氏さんと善光寺の事務総長さん、はい、林さんですね。なるほどね、はい、と宮司さんです。ご挨拶してて、はい、はいはい、ここもあれですね、今回の案内っていうんですかね、はい、やっておりました。はい、このまま香山さん、これは、実行委員長です。実行委員長ですね。はい、で、吉川さん、はい、不詳私でございます、はいはい。でも皆さんこれあんまり着ないでてこうやってやってるからすごいなと思って驚けてたんですけどね。はい、まあ、これ宮司さんがいろいろと祝詞をあげたり、これはお魂入れみたいになるんですかね。そうですね、一応ね、お清め式ということでですね、宗教色できるだけ出したかない、そんなことも配慮しながら、あ、そういうことね、お魂で、ね、させていただきました。はい、わかりました。まあ、こういうお祓いもしたりっていう、はい、まあ、ケーブルテレビも取材来たりとか、まあ、新聞社もあったんですけどね、はい、まあ、これでもって手袋をはめてこれから除幕っていう形になるかな。そうですね、はい、はい、14代さんと市長さん、そうですね、荻原市長さん、お二人でやっていただきました。そうですね、まあ、結構ねこういうあれでちょっとセレモニーとしてはちょっとねいいじゃないですかね。これおどけておいいねなんていう話でちょっと見てたんだけど、実際はこれです。ちょっとあの当日のあれだと何ですかね、雪が残ってて難しいっていうのでね、雪のない時にちょっと撮らせていただきます。まあ、こういう看板もいいですね、なんだか分かんないですもんね。はい、これも皆さんからいただけましたのでできました。なるほど、ね、はい、はい、これもだけどちょっとか顔なんか顔はなんかあのちょっとお話聞いたらちょっと座ってる時のあの像だとあの、ま
んまり良くないとかっていうので、なんか別あのあれですかね、幸俊さんの重要な投資と、はいはい、という話もお聞きしたんだけど、ちょっと説明をお願いできますか。あの写真のままでですね、うん、銅像を作ってあれだけ大きくしちゃうと、はい、お顔がシワだらけになっちゃうんですね。あ、そうなんだ。そんなんでただやたらに いじっちゃうわけにもいかないんで、14代様のお写真も兼ね合わせながら、はいうん、少しお顔だけ若返らせて作っていただきました、うん、はい、うん、はい、こういう形でね、皆さん祝詞をあげているところを後ろから撮らせていただきました。はい、この方は、あ、この方はですね、はい、銅像の作成していただきました、うん、高岡のタップさんって会社の社長さんでございます、うん、結構若いですよね、45、6ぐらいでしょうかね。はい、はい、これはもともと知っておられたんですか。象山神社に、あ、はいはいはい、青木ホールディングさんが銅像をいっぱい作っていただいた時からのお付き合いさせていただいておりました。そうですか、はい、なるほどね、これはだけどあれですかね、こういうあの行ったりしているんですか、向こうに。たまにですね、うん、向こうからも来ていただいたり、はいはい、こっちからもですね、うん、その後どうですかなんてお話も電話でしたりしてますんでね、はい、時々行かせていただいたりしておりました。はい、14代当主、はい、ね、目元、ここのところ、はい、そこと、ね、一緒にちょっと交えるような形で、はい、これはまあお礼の言葉になるのかな、市長さんですね、はい、はい、まあ、宮司さんも一緒にというのでちょっと撮らせていただきます。これはあれですかね、あのお礼の言葉みたいなあれでしたですかね。一応感謝状をお上げしたんで、そ、ね、そのお礼の言葉、挨拶でございます。はい、はい、これは何でしょう。これはですね、うん、銅像の原型になったやつで、はい、今はですね、うん、真田宝物館にて展示しております。うん、なるほどね、はい、これは本物です。はい、これはもう最後に皆さんで記念撮影という形で、ね、撮らせていただきました、はい、まあ、これが最後になりますけれど、ね、こういう形で、あとこれからはどういうふうな考えでありますか。そうですね、うん、まあ、地域のですね、はい、発展のために役立っていただけたら大変嬉しいな、うん、なるほどね、特に観光面でですね、観光客の皆様にもご理解いただけたら嬉しい、はいはい、そんなつもりでおります。なるほどね、はい、まあ、一応この銅像は、まあ、真田公園の中で市の管理地っていうことでいいんですよね。はいはい、そうです、うん、はい、で結局は、真田邸のちょうど正面の左側っていうことでね、はい、はい、今度はあの撮影なんかもいいかもしれません、はいはい、いつもお城を見られるようにですね、あ、 それで北側向いてる、そういう向きで、あ、そういうことで、ね、作っております。なるほど、はい、まあ、そこまでちゃんと考えてね、大変ですね本当に。いや、そんな形で、あれですね、無事終了という形になりますが、またこれいろいろと報告もしなきゃいけないですし、はい、ちょっとこれからも大変ですけれども、はい、ご苦労様でございました、はい、今日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございます。町の人にも本当にくれぐれも厚く御礼申し上げます。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、お知らせになります。松代藩のですね、10万石のですね、写真展というのをちょっと今 やります、寺松商家でですね、行います。2月の1日なんですが、あさってからですね、3月31日まで一応やる予定です。
まあ、寺町商家もですね、食事ができたりコーヒーも飲んだりとかっていろいろとできますのでね、こういったその写真展を見ながら、あとはゆっくりと、くつろいでいただければいいかなというふうに思いますんで、よろしくお願いいたします。さて来週ですけども、来週のあれですけども、お玉屋ですね、真田信之のお玉屋のですね、落慶記念というので、それ今、12月に一応終わりまして、その後ですね、3月の、これがいつになったかな、3月にね、一応何ですか、お玉屋、昨年もやりましたですけどね、五箇寺巡りっていうのをちょっとやります。で彫刻寺さんのね、信之公のお玉屋が一応完成して、キンキラキンっていうのはおかしいですけども、綺麗にできてるので、そこをね皆さんに見ていただくんだっていう話です。でそのお話をねちょっとしていただくので、来週はねちょっと今全然手持ちに何もないので、そんなぐらいの話しかちょっとできません。来週は、ですね、信州松代観光協会の事務局長の、鳴沢さん、それから松代町の、仏教会ですね、仏教会の理事であります、宮本さんをおいでいただいてですね、お話できればいいかなというふうに思います。ぜひ今回もですね、特別展ということで、ぜひ、参加していただければいいかな。で前売り券が必要になります。で前売り券がですね、町歩きセンター観光協会、それと松代荘と信州松代ロイヤルホテルかな、その4カ所で一応販売するっていう形でですね、金額はまたその、当日ですねお知らせしたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、あといろんな新聞やなんかでもね広報されますので、見ていただいて、今回はねあんまりね期日がありませんので、ぜひ、皆さん参加いただいてですね、松代にもこういういい、国宝級のものがあるんだっていうのをね確認していただければいいかな、いいチャンスだと思いますんでね、ぜひご参加いただければありがたいな。まあ、来週ですね、そういったお話をしていただくという形になります。そんな形です。今日はそんなお話で終わります。来週よろしくお願いいたします。松代はあなたの町。それそれそれくらい松代。